わあ、めっちゃスピード出る。神だこれ。うわあ、新車が。マジかよ。汚れ。なんだここ。法人名。ニジェクトにしとく。さあ、メール見てみますか。ジョシュア、新しい方が売れる。いや、僕のことは聞いたことがあるだろう。僕はジョシュア・ポートタウンの金持ち坊やだ。なかなかの自己紹介だね。離婚してからもうここにはいたくないんだ。まあ離婚しそうだね、君ね。そんな言い方してる感じだったわ。金持ちで坊やだなんて言うやつと結婚はしたくないんじゃないかな。思い出がいっぱいあるんだ。思っていた以上に影響を受けたんだ。ここを追って街中の新しいところに引っ越したい。ちょっと散らかしてしまったから直してほしいんだ。新しい家具を揃えればいいんじゃないかな。お金のことは心配しないで、女子は。なんか離婚しそうな感じすんな、お前。わかるよ、うん。やるべき仕事、階段の変更。綺麗だよ、これ。ゴミの収集、家具の購入、家具の搬出。風呂の変更。なかなかっすよ、こいつ。この、お金持ち坊や。車買いたいなぁ。車買いたくね？うわ、俺の車ここなんだけど。マジかよ。タクシーいないかな。タクシーいないから。遠すぎるよ、あれは。徒歩で行くにはだいぶえぐいぞ、距離が。車買うか。さあ、車買いに行きましょう。帰るかわかんないけど。高いかな、車。買えたらいいな。さあ、買えるかな？さすがに買えるだろ。1台ぐらい。全然買える。1万7000だ、これで。9900。一番高いの買えるんじゃね、これ、ワンちゃん。21、え？買えない。買えない。買えない。急に高くなったな。2万4000。あれだけクソ高いわ。3万4000。まあ2番目に高い車買っちゃいますから、とりあえず。さあ、色。目立つ色にしようかな。赤。赤っぽくしちゃおう。プレートに入る。あ、名前？神。神。あ、プレート、あ、ナンバープレートか。なるほど、なるほど。ナンバープレートですね、これ。おほほほほ。あ、スペシャルプレート500ドル取られた。現金で払う。一括購入。本当にこの車買いたいのか？何？買っちゃいけないの？確かに小さいな。荷物を運ぶにしてはちょっとゴミじゃね？この車。荷物を運ぶんだらこっちのいい？どうなんこれ。確かにこれ荷物入んなそうだな。こっちにしようか。性能面見てちょっとこっちにしよう。仕事上の。仕事上の性能面見て。まあ、買ってみよう。本当にこの車買いたいのか？はい。分かったよ。すごい。ちゃんと入ってるよ。最高って。おー。あー、めっちゃスピード出る。神だ、これ。うわー！新車が！俺の新車が！大丈夫？何も傷ついてない。さすが。カチカチだね。新車出て早々20秒で事故。悲しいわ。実際ありそうだよな。新車。納品したてで事故とかマジで。ありそうとか絶対あるよな。間違いなく。間違いなくある。普段も自転車と自動車そんな運転してんすか？してるわけないですか、俺。炎上しないのにちゃんと信号止まってるよ、俺。さあ、ミッション確認してみますか。あ、浴室ルーム。はい。床にタイルを貼るマーブル。家具の搬出、シャワーキャビン。家具を買う。荷物どんくらい入るんだろうね、あの車。あ、ゴミがある。仕方ねえから、回収してやるよ。汚くね、この家。ジョシュアくん。ほら、嫁さん逃げちゃいますよ。こんなゴミだらけで。汚すぎるだろ、これは。やばいんだけど、この家マジ。汚すぎる。えぐい。普通にえぐい。あれ、もしかして三輪車が一番入る？荷物。これ買った意味ない？もしかして。ほんと？やべ、入んねえ。三輪車の入るんだけど、荷物。やってもった。マジかよ。あ、こういう入れ方できるのか。はい。え、ほんとに？全然入らねえんだけど、最悪なんだが。なんだ？あ、後ろ空いてるからか。うるさいな。閉めりゃいいんだろ。はい。うるぜ、めーん！壊れてんのにこんなにすんの？いいんですか？ Thank you.
1498ドル。渡す。渡す。これだろ。下半身の方がいたんだけど、何これ。下半身？下半身には見えないな、これ。まあ、これは木だな。あ、いいでしょう。おーし、いいんじゃない？いくら？まあ、そんなに長くないですね。Thank you. ペッペー。Oh my god. ガードル壊しちゃった。すまん。よーし。ちょっとやっていきますか、じゃあ。床はどこ壊すんだ？上か。あ、地下もある。あ、地下もあったんか。マジかよ。汚れ！んだ、ここ。ちょ、一回ゴミ掃除しよう。この、ゴミ。散らかしやがって。え、マジでゴミ多いんだけど。なんなのこれ。ゴミのレベルが違うんだけど。坊ちゃま。金持ち坊ちゃまの、お家の、ゴミが多すぎる。で、床を拭きましょう。クリーニング。ほうきから進化した。あ、めっちゃ掃除楽になった。汚ねえな。めちゃくちゃ汚れがついてる。汚ねえな、この家。どうやってこんなに汚すんだよ。汚したらすぐに拭くんだよ。まあまあ、金払えば掃除してくるから、世の中。でもゴミ掃除結構高いよな。正直。なんか YouTube とかにあるけど。なんちゃらバスターズみたいな。オッケー。ダメだ、これ入んねえわ。クソすぎないか、これは。でかい箱、あったかいんねえんだけど。サニシャ取ってこようかな、俺。正直、あれあった方がね、効率いいかもしんない。市役所とかあるよ。なんだよ。ぷー渋滞してたわ。宿って働かせることを、ワンチャンできるかもしんないですね。会社作ったらできそうだね。会社がよ、あ、そう、なんか役所とかあるから、なんかそれできそうだね。役割名。あ。まあ、車取ってちょっと市役所ちょっと寄ってみるか。なんで歩いてないんだ、みんな。みんな立ち止まってんだけど。一般市民。なぜなんだ。さあ、わしの車、ちょっと別の車見てみる？荷物が一番入る使いたいね。ってなるとやっぱあれだよな。明らかに。明らかにこれが一番荷物入るよな。見た目上は。でも微妙だな。よし。ちょっと一回市役所寄ってみよう。会社作れたら熱いな。働かせて搾取してやるか。ブラック企業。でも結構街はちゃんと作ってあんな。意外と。炭鉱できる。建物でかいし。まあ、建物の中には入れないだろうけど。入れないけど、まあ。市役所でかっ市役所でかっ何階だってこれ。7階建てぐらいない？そんなに市民の。ニュータウン、インシュレンス。駐車場はどこにあんのこれ。パーキング書いてあるな。まあ、いいや。絆。俺は特別だからよ。入ってみよう。ハロー。喋れる？あ。スミス・ジュンさん？どういうことだこれ。どうされました？権利書を手に入れたい。あなた土地持ってない。あ、土地買わなきゃいけんか。あ、押せない。あー、なんか今後何かするときに押せるなのか。さようなら。さようなら。あ、どこも行けないわ。まあ、いつかって感じか。権利証ってなんだ？さあ、持ってきますか。さあ、ソファー。これはリビングかな？確かここっすね。起きるかな？起きるわ。いいですね。オーケー。さあ、あとちょっと左下のオプションやっていくか。その他。廊下やばくないこれ。デスク、キャビネット、ラジエーター、天井照明、ランプスイッチ、カーペット。本当に言ってるこれ。これ本当に言ってる？デスクなんか置けなくねこんなところに。ん？さすがにおかしくない？さすがにおかしくないか。なんかバグってそうだからいいや。ね、やめとこう。なんか、おかしいわ、明らかに。あんなとこデスク置けないもんね。廊下に置くやつなんかいないしな。ちょっと一般進捗状況ってやつだけ終わらせるか、とりあえず。オーケー。これで一般進捗状況全部終わりと。じゃあ、帰るか。お、緑になってるね。さあ、これで、34,140 ドル。えぐ。5万近く稼いだ。500万ぐらいしか稼いだよ、これ。強すぎー。こんなにもらえんの？やばいな、これな。やっぱ素晴らしいゲームだね、これ。神ゲー。
ボロ儲けすぎる、マジで。さあ、次、トルコス。ドグラス。いや、僕だよ、ダグラスだ。もう何年も使ってね、僕の家の周りに新しい建物を建てたいと聞いているんだ。あなたにお願いするのは適切かどうかわかりませんが、私の知っているリフォーム業者はあなたしかいません。古い建物を取り壊すことはできますか？ケイグ・ダグラス。やるべき仕事、ゴミを集める古い家具を取り壊す。壁を壊す。いいだろう。あ、これか。オッケー。さあ、あとは、ぶっ壊すだけ？じゃあ、ちょっと破壊するか。まず、上階を破壊す。あ、上から破壊するってことか。ね、意外とやるね。意外とちゃんとしてんな。おー。任務を終えることができる。50% いったら終われるのか。しかし、俺は徹底すっからよ。逆にここで終わったら困っちゃうでしょ、お客さん。ここまでやりました。あとよろしくお願いしますって。ひどすぎるだろ、お前。おー、さらちにしました。さらちにしましたよ。13000ドル、これで。マジ？神かよ。おー、出ました。Hey, how's it going?調子はどうだい？うん。誰の声聞こえるか？おっと、俺の本拠地に何かあるらしいっすよ。よく頑張ったよ。本当だよ。楽だな。楽な仕事だな。ストーリーマイルこっちは儲かるぞ、マジで。動かねえんだけど、車。ゲームだからだよな。さすがに。リアルにこんな高かったらもう殺到しそう、応募。10万ドル突破したわ。Thank you!さっき壊したとどうだっけ？これだったよな。したな、これ。戻るか。危ないよー。多分、質屋に持ってったら結構、売れると思う。結構いいものだったからな。あれ？なんか、レベル低くなってんだけど、俺。なんで？経験値俺、マックスもあったのにな。レベル5の。減らされてんだけど、なぜか知んないけど。なんでだ？でも満タンだったのにレベルアップしなかったから、むしろそっちがバグなのか？よし。さあ、いくら？あ、ゴミだね。割とゴミだな、これ。これ、売る必要なかったな。いくら？ 749 か、これ、往復して。ゴミだ。カスです。さあ、一旦ちょっと自宅に帰りますか、じゃあ。キャラバン。キャラバンなんで、自宅？自宅か。さあ、自宅に帰って何があるのか、ちょっと見に行くか。ん？自宅消えてんだけど。サプライズ！I took the caravan to make you remember. Don't forget to find a new place for yourself. And good luck with that. With love, Bob. 新天地を見つけろだって、市役所へ。はい、市役所行きます。じゃあすごい気になるこれ。ゴミ箱。じゃあ市役所行きますか。ここで、この車が必要なのか。一旦あの車回収するか。あお。ここでレスキューか、もしかして。レスキュー。レスキューボーイ。お。100ドル取られた。最悪。よしや。事務所変えんのかな、市役所で。変えたら暑いけどな。車ガレージにぶち込めるから、おそらく。かなり楽になりそう。さあ、仕事くれ！会社設立する。おー、マジで。会社を設立したい。やらせてくれ。クリーク港企業協定。私たちクリークハーバーシティは、社外的利益と持続可能性の、焦点を当てた企業を立ち上げるために団結します。私たちは経済的に実行可能で、社外的に責任のあるベンチャー企業を創設するために資源を提供することを誓います。貢献。各パートナーの技術知識の資本。オペレーション構成を、無視して、地域社会と環境に良い影響を与えることを目指す。目的、クリークハーバーシティにおいて、経済的目標と社会及び環境へのコミットメント融合させる。おー。ロゴとかあんの？アバター。
ゲーミングロゴみたいな感じだな、これ。法人名、リジェクトにしとく。株式会社リジェクトしとこう。株式会社リジェクトにしとこう。いいんじゃない。つい250ドル。はいはいはい。署名。おー。リジェクト設立しました。フォートタウンの事務所へ。権利証、土地内。さよなら。あ、土地物件、物件購入、タブレットから別件に入り、そこから土地を購入し、新しい家を建てることができる。百科事典家。権利証を購入、新しい土地で何かしたい場合は、まず市役所から、ディードを取らなきゃいけない。なんだよ、ディードって。行くのね。はい、見つけていくと。ステージ、看板の物件のステージを確認し、そこから次のステージに進むことができる。あ、看板話しかけるのね。看板から現在の価格で素早く物件を売ることができる。オークション。不動産を競売にかけて、かけることで、より高い利益を得ることができる。売るのか。なるほどね。まあ、売るゲームだからな。リジェクト作っちゃった。創設。さあ、次のとこ行くか。事務所。すいません。当て逃げ。ちょっと都心遠いな。都心に住めないのかな、これ。普通に標識ぶっ壊していくスタイル。あー、オーマイガー。あ、ごめんなさい。あー、これさっき俺が破壊したとこじゃね？いえ、違うかな。あ、ここか。ここは知らんな。来たことないな。おー、オフィス購入。事務所をローンで購入、お金が足りないときはローンを利用することができる。ローンはタブレットのオフィスページから銀行のページで管理したり、支払ったりすることができるだって。2万ドルはあるけどね。はいわ。ローンで購入。ローンで購入しなきゃいけないのこれ。俺、現金で払えるって。まあ、いいや。本当にいいのですか？いや。いや、まあ。はい。オフィスビルのアップグレード。タブレットの会社セクションからオフィスのページに行き、オフィスに新しいビルを追加して拡張することができるだって。これ拡張できんの？すごい。なるほどね。発展できんのか。チャコ。こっから、あなたが持ってる車を見ることができ。あなたが望むならあなたはガレージに車を送ることができます。いいですね、これね。備品はここで揃えることができる。何か買えるのかな？わかんないけど。おー、はい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 。あー、すごい。なんか結構すごくなってんな。燃料、ガソリンスタンドを購入したら、ガソリンスタンドを購入すんの？燃料を注文し、適切な種類の燃料を組み合わせができる。購入してやろう。電気系統、発電システムをオフィスに追加し、そのシステムで建物の電気を供給することができるって、すごい。装飾、ここからオフィスの建物に装飾が機能的に追加を加えることができる。装飾ね、はい。まあ、何か置いたりできると。リサイクル、ここで集めたゴミはリサイクルできる。リサイクルしたゴミは後で売ってお金に変えることができる。ほう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 。すごい、圧縮してる。すごい。なるほどね。すごいじゃん。さあ、とりあえず、借金返すか。銀行だっけ。はい。じゃあ、ちょっと入ってみますか。これ何？ゴミかよ。さあ、まずゴミ切れんすか。俺の事務所だからな、これな。と思ったんですが、ちょっとオフィスのレベル1アップグレードしてみるか。汚くね？なんかすっげえゴミあるけど。なんだこれ。悲しいぐらいゴミあるけど。ちょっとこれは、ひどいですね。あ、これか。おお。さあ、オフィスアップグレードしていきますか。レベル1。おお、購入。現金で買う。ローンはちょっと良くないですね。はい。わ、買ったよ。ほんで力とかあるよ、力。プール。あー、なんかいろいろ買えるんですね、お金集めて。お金集めてオフィスをひたすら金でアップグレードして、なんかいろいろやると。ほうほうほう、なるほどね。いや、レベル2にしよっか。4万、俺払えるからね。おー、すごい。バルコニー家具セットとかもある。買ってっか。投資。先行投資。圧縮機いいっすね。これ買うか。棚セットとかある。あ、棚も欲しいっすね。これも借金しよっか。借金です。力って何なんだ、これ。あー、なるほどね。すげえじゃん、これが M。結構かなりちゃんとしてるね。てか、予想よりなんか、いろいろあるわ。本当になんか掃除して売るだけかと思ってたけど。すごいじゃん。なるほど。まあ、オフィス作ったし、覗いてみるか、ちょっとなんか、入れるのかな。ゴミ、オフィスにゴミがあるんだけど、掃除してから建ててくんねえかな、このゲーム。汚ねえんだけど、マジで。なんだこれ。2階に行けないんだけど。なんで？
ここから行けるのか。外から行くの ?1 階から行かせてくんね?だいぶ雑な月だな、このゲーム。お、寝床がある。おー、すごいね。ベッドしかないんだけど。この部屋。ホームのベッド。社宅これ。社宅だな、これ。だいぶ広い社宅だね、これ。で、バルコニーもあると。で、お、バーベキューのグリルセットみたいなのもあるよ。いいオフィスだな、マジで。素晴らしいね。よし、まあ、いいか。こんなところにしとくか。まあ、結構やったからいいんじゃない?あ、登録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